本日向かっていきますのは香港です。今回利用しますのは香港の有名な LCC 香港エクスプレスです。香港で最も有名な航空会社キャセイパシフィック航空の子会社です。座席に座りまして、手荷物は目の前の席の真下に入れています。まあ、座った感じ結構幅はあったなというふうな印象。日本では紫というのは高貴な色として知られています。おそらく中国でもそれは同じでしょう。高級感のある座席です。それでは日本を離れて香港へと向かっていきます。この日の天候はあまり良くなかったので、離陸したらこんな感じですぐに景色が見えなくなってしまいました。とはいえ雲の隙間から少しだけ景色を見ることができました。これは太宰府政庁跡です。それ以降はほとんど景色は見えていません。これから数週間僕は日本を離れますので、日本のお茶と水とそしておにぎりを食べて日本に別れを告げます。ある程度時間が経ちますと、このように青空が広がっていました。よく目を凝らして見てみると、あちらには船がいました。我々が知らないだけで、実は世界はつながっているのだということをここで実感しました。その後窓の外を見ていると、このように小さな島を見つけました。おそらくこれはもうすでに中国の領土でしょうと思って視点を広げていってみますと、このようにたくさんの島があり、このように人々が住んでいる町が見えてきました。海に目を移すとたくさんの船が浮かんでいます。僕は香港に行ったことがないので、この段階ではこれが香港かどうかは分かっていませんが、おそらく香港周辺の町だったと思います。ここから見えている光景ですが、なかなか日本で見ることがないなと思ったのがこの部分ですね。海の上にものすごい量の船が浮かんでいます。僕が持っている知識量で、ああ今まで僕が見ていたのは香港の景色そのものだったのかというふうに気づいたのがこの瞬間でした。中央に見えていますのが香港の有名なテーマパークである香港ディズニーランドです。ということで見えてきましたのが香港国際空港です。窓の外側を見ながら、うわこんなにでかいのかと思ってびっくりしているんですけれど、よく見ていくとまだクレーンとか工事用の車両がたくさんあるようで、現在も拡張工事が行われているのかなというふうに思いながら眺めている様子です。ということで香港に到着です。出てきたんですが、あの中がねめちゃくちゃすごかったのが、いろんな国から来てるなっていうふうに思う、見たことないような飛行機がずらっと並んでるんですよね。ちなみに現在の香港では入境規制はなくなっています。今言いました通り、香港は入国ではなく入境と言います。現在僕がいる香港ですが、場所を見たらこんな感じで中国の中にあるんですよね。なので香港というのは実は国ではなく、まあ、中国の中の特別な地域といった方が正しい表現だと思います。この動画の中で香港がなぜそのような特別扱いを受けているのかという話をしていきます。現在僕がいる空港はここです。駅の数は 1,2,3,4 そんな感じで結構少ないと思いますが、今日泊まるのはこの香港という場所にあるホテルですが、ちょっとね歩きたいなと思いますので、この空論ですね、ここに向かっていきます。今では香港という場所はここにあります赤い線ですね。この赤い線よりも南側のことを香港ということが多いのですが、もともと何かと言いますと、この島のことを香港と呼んでいました。この島の対岸にあたるこちらの半島のことは九龍半島と呼びます。で、今回降り立ったのがこちらの空港。この空港から香港の島の方に向かっていくにはずっと移動していきまして、橋なのかトンネルなのか分かりませんが、ここ海を渡り、そして九龍半島に入った後に香港の島に向かっていく、そのようなルートを取ります。僕が降りるのは次の駅です。これどうすればいいんだろう。あ、当てるのか、なるほどね。おー、ついに香港っぽい風景が目に入ってきましたよ。あのね、湿気がすごくって、もうさっきあっちの中は冷房効いてて冷えてたんですけど、突然ね外に出たらこんな感じでもう曇っちゃった。すごいな、これが香港か。
さて到着しました。これが香港で一番大きな目抜き通り名山ロードです。向こう向いた方が北側で、こっちの方が南側ですね。で北側の方は結構ローカルチックなものがいっぱいあるというふうに聞いているんですが、反対に南側の方は商業的なものがたくさんあるそうです。僕のホテルはこの海の向こう側対岸にありますので、とりあえず南の方向に向かっていきます。こっちですね。日本ではなかなか見ないタイプの2階建てのバスが普通なんでしょうね。これはいっぱいあります。これもまたなんか日本ではなかなか見ないタイプの木ですよね。なんだこれ、チャイニーズバンヤン。どうやらバンヤンという植物があるそうです。現在は中国の一部になっているこの香港ですが、一時期は香港はイギリスの植民地でした。普通に信号がある場所はあるんですが、ここ見たらね、左を見ろみたいな、あっちはね、右を見ろというふうに書いてありまして、なんか空気を読んで渡れみたいな、そんな感じなんですね。これ今通ってきたんですけれど、工事中のはずですよね。これ竹で作ってんのか、すごいな。クーロン半島の一番南側にやってきました。おそらく香港といえばこの光景を思い浮かべるという方も多いのではないでしょうか。この海の向こう側に見えている対岸の島が香港島です。つまり一時期は向こうの島はイギリスだったけれど、こっち側の島は中国だった、そんな時期もあったわけですね。こんだけ光り輝いている中にね、一つ馴染みの企業がありました。あそこ日本企業です。松下幸之助が作ったパナソニック。先ほどから何度も映り込んでいますが、この海を渡る手段として船があります。その船乗り場が多分これでしょうね。どうやら大人は4香港ドルだそうです。4香港ドルは日本円にすると73円。そんなに安い値段で乗れるっていうのは結構すごいなと思いますよ。で出てきたのがこちら IC カードでしょうね。ピッてすればいいのかな。あ、いや IC じゃねえな、中に入れるのか。実際に市民の足として使われてるっていうのがいいですよね。とはいえ周りを見てみると多くの人が写真撮影をしているので、まあ、半分以上は観光客が乗っているんじゃないかな。みんな前の方ばっかり撮ってるんですが、多分後ろ見ても綺麗なんじゃないかなと思って後ろに来ました。思った通り後ろの方を見てもすごく綺麗な夜景が広がっています。あれなんだ、めちゃめちゃでかいぞ建物。そんなことを言っていたらもう対岸に到着です。向こうに見えているのがクーロン半島で、対岸の香港島に上陸したんですが、ここから歩いて30分くらいのホテルだそうです。なんかすごいのが来たぞ。これなんだ、路面電車で2階建てってなかなか珍しいんじゃないですかね。しかも結構間隔が短いというか、結構どころかもう追突しちゃいそうな感じですよね。今回宿泊しますのはこちらです。ラマダって読むのかな、ラマダ香港ハーバービュー15階の2号室ですね。ということで部屋に着きました。いや結構歩きましたね。多分2時間ちょっとですかね。8時くらいに電車を降りたので2時間ちょっとかな。でもカメラの調子ちょっとおかしい、ピントが合いにくい、大丈夫か。もう10時過ぎなんでね、早めにご飯を食べに行かないとなんか食べれなくなりそうだな。幸いホテルの目の前にご飯屋さんが並んでいますので、まあ、食べるものには困らないかな。これとか結構日本人の口に合いそうですよね。この周辺は麺が有名なのかな。こっちにはカタカナでラーメンって書いてあって、こっちマクドナルドなんですが、ここねエビフィレオって日本語で書いてあるんですよ。時間的に持ち帰りのみというふうに言われましたが、店内こんな感じです。僕は初めて香港に来たんですが、すごい暑いなというのが一番の感想ですね。暑いっていうか多分気温としてはね、日本とそんなに変わんないと思うんですけれど、湿度がすごいなというふうな印象です。まあ亜熱帯気候とかに属してんのかなと思うんですが、そういった影響でしょうね。まあ、日本の感覚で服を選んできたらなかなか大変な目に遭いそうだな。これ開かないぞ、どうしたんだ。他には人口が多分多いんだろうなというふうに思いました。何見てもというか、バスとか電車とかあと船とかそういったものは基本的に2階建てなんですよ。日本ではまああんまり見ないですよね、2階建てのバスとか電車とか。でもそういった感じでやっぱ小さい範囲に
たくさんの人が住んでいるから一気に人を運ぶ必要があるのかなというふうに思ったところでした。だいたい海外の食べ物は量が多いのがびっくりなんですよね。これ食べれるかな。時間的にも結構遅いし全然開かないんですけど、これこんな感じ。これね、いい匂いすると。なんだろうこれはよくわかんないけど追加で頼みました。なんかカリカリしてそうな感じですね。これは何、味噌汁かな、あっつで、店員さんがこれ頼んだ時に、まあ、どのくらい辛いのがいいのというふうに聞いてきたんで、全然辛くないようにお願いしますというふうに言ったらこんな感じでした。中国圏も辛いのをいっぱい食べるんでしょうかね。なんか韓国が辛いイメージですけれど、あるのかな。なんか台湾行った時とかは別に辛いものなかった気がするんですけどね。お箸は木製です、日本と同じ。どう食べるのが正解なんだ。結構でっかいし骨もついてるんで、あんまりねガブっていったらこの骨気づかずに食べちゃいそうだな。うん、豚かな、これは豚ですね。豚の下に麺がある。あ、これ麺もしかしてこれ入れるのかな。これお店の前にあったメニューを写真撮って、ちょっと伝わんないとめんどくさいんで、これが欲しいですって指さしたんですけれど、多分見た感じだとここになんか汁っぽいのがあるんで、このスープ、さっき味噌汁って言ったやつはこれに入れるのかな。だいたい海外でご飯食べるときはね、周りの人がどんな感じで食べてるかを見てから食べるようにしているんで、こういう風に持ち帰りだとそれはできないのがね困るな。まあ多分これが正しい食べ方なんだと思います。この麺は見た目はうどんっぽく見えますね。辛くはないけどちょっとスパイスが効いてるくらいかな。ご飯も食べ終わって風呂も入り終わったんですが、ちょっとね1個確認しなきゃいけないのが、あーやっぱそうだ、これですね。日本と違うんですよ。日本のコンセントは基本的にこの形なんですけれど、これですね、香港はこの形です。これどこで使われているものかと言いますと、ここにね書いてあるんですが、 UK って書いてあるんですよ。ユナイテッドキングダム、つまりイギリスと同じものです。これは僕事前に Amazon で買ってきていたんですけれど、こんな感じで変換器がないと電化製品が使えません。時計の方を見たら現在時刻が23時33分というふうになっていますので、ああまだ寝る時間ちょうどいいくらいだなというふうに感じるかもしれませんが、これはですね1時間時差が早い、香港の方が1時間早いんですね。ということで、まあ日本で行くと24時33分というふうな感覚です。もうすでに日付が変わっているんですね。明日も早いので早めに寝ましょう。それではおやすみなさい。さてここから先、次の日の映像になります。次の日には香港ディズニーランドに行きました。最近では歴史の話しかしていませんが、もともと僕はディズニーオタクです。自分一人で行った初めての海外旅行はアメリカにある本家のディズニーランドでした。僕が旅行に興味を持ったのもディズニーランドがきっかけですので、僕にとって旅行とディズニーランドは切っても切り離せない関係です。一応こんな感じで解説する動画も作ろうと思っていたんですけれど、まあ僕の視聴者はあんまり興味ないだろうなというふうに思い直してやめました。しかしディズニーランドというのは世界中から専門家が集まってその知識を寄せ集めて作った夢の国ですので、このようにこれは火山があるところにある柱状節理といった地形なんですけれど、まあ、そういった見どころがたくさんあります。そのうち動画を作ってその面白さを皆さんにお伝えできたらいいなと思っています。香港ディズニーランドという観点から言うと、日本にはないアトラクションがたくさんあり面白かったです。おはようございます。本日は7月6日木曜日。昨日はちょっとね、僕ディズニーオタクなんでディズニーランドに行って、まあ香港はどんなもんだというふうに見てきたんですけれど、現在泊まっている場所はディズニーランドホテルです。久しぶりに動画を撮らずに自分のしたいことをする旅行をしました。ちなみに香港のディズニーランドはご覧のようにお休みの日が結構な頻度であるらしく、今日はお休みです。ここね、昨日は噴水があったんですがもう止まっています。向こうの方が入り口なんですが、なんかキャストの人が一人いますが、ゲストは誰もいません。ここにある香港ディズニーランドからずっと電車に乗りましてぐーっと回ってきて、現在地はこちら。一昨日の夜に、歩いたあたりにやってきています。一昨日歩いた時は結構暗い中歩きましたので、実際にね香港の街並み明るい中歩くとどんな感じかを見て回ろうというわけです。交通機関が2階建てになっているという話をした時にも言いましたが、
この香港という場所は面積が狭いのにたくさん人が住んでいる、つまり人口密度が高い、だからこんな感じで上に上にと建物を伸ばしていたそうです。そのような香港の地理的要因がこのようにビルをどんどん上に上にと伸ばしていき、高いビル群が集まっている香港の代表的な景色になっています。現在皆さんがご覧になっているこの水ですけれど、この水地図を見たら分かります通り、実はこれは川ではなく海です。向こう側に見えているのは島ですからね。こっちの方を見たらもうその先に海が広がっているのが分かるかと思います。で、昔この香港島から出て中国に行こうというふうに考えた場合は、まず最初にこの海を渡りまして、でここの九龍半島に到着し、この九龍半島からずっと中国大陸を目指していく。そうすると一番最初にたどり着くのがこの広州市というふうに書かれた場所です。つまり現在僕が立っている場所は当時の交通の要衝、今目の前に見えているこの時計台ですが、当時ここには駅がありまして、九龍駅ですね、香港でかつて一番大きかった駅がありました。昔の人々はこの九龍半島から広州市に向かっていく、そんな場所だったんです。この青い場所が僕がいる場所で、今見ていた時計台はこの赤い場所ですが、この時計台の名前が旧九江鉄路鐘楼というふうに書いてあります。九というのは九龍半島の九で、広というのは広州の広です。そんな香港のお話をするために切っても切り離せない関係を持っている国がイギリスです。イギリスというのはどこにあるかと言いますと、結構離れていてここにあります。このイギリスと中国の関係ですが、中国の国の中にあったお茶っ葉、それをイギリスはたくさん購入していました。しかし中国はもう自給自足の生活ができていましたので、イギリスから何も買う必要はなかったんです。ということでイギリスはどんどん、輸入が増えていき輸出が減っていくみたいな、そんな感じで、貿易摩擦が起こるわけですね。ということでイギリスは考えます。何を考えたかというと、とにかくね、中国に物を買ってもらいたいというふうに考えたわけです。じゃあ何を買わせるかということなんですが、見えますかね、なんかこの人たち吸ってるんですよ。これ何してるかと言いますと、シャブ漬けになってるんですね。アヘンといった、麻薬です。そういったものを中国にたくさん売りつけて、もう中毒にしてしまえばどんどん、買ってくれるだろう。そしたら貿易摩擦も解消する、そう考えました。当時の中国は清という名前だったんですが、さすがにそんなことをしたら清も気づきます。いやこれはやばいぞと、アヘン漬けにされてしまう、どうしよう、よしじゃあ輸入を禁止しようというふうに考えます。そしたらイギリスが怒りました。いやそんな自由貿易って言ってるんだから、なんか輸出輸入の禁止とかそんなことできません、ということで、イギリスと清は戦争になります。それが有名なアヘン戦争です。この、帆船みたいになっているのを見てわかるかと思いますが、これアジア系の船ですよね。これが清の船、そして奥に見えているこちら、もうね蒸気船になってるんですね。ぼーっと煙が出ていて、これがイギリスの船です。もう完全に戦力の差ができてしまっていたので、もう木っ端みじんになっている様子が見えます。そのアヘン戦争の際に僕の向こう側に見えているこの島ですね、香港島というんですが、この香港島をイギリスの海軍が乗っ取りまして、もうここを占領するというふうになります。ということでアヘン戦争の際にイギリスによって占領された香港島に向かっていきましょう。一昨日も使いましたが、香港島に向かうにはフェリーが使えます。一昨日はカードを持ってませんでしたが、今カード持ってますので、こんな感じでピッと乗れるわけですね。あそこには中華人民共和国香港特別行政区成立26周年というふうに書かれているのが分かるかと思います。まだ26年なんでね、結構歴史は浅いように感じるかもしれません。2023年から、26年を軸と1997年、この年に香港は出来上がりました。今回の動画ではそのあたりの話もしていきたいなというふうに考えております。さて香港島にやってきたんですが、今から僕が乗りますのが91番のバスです。一応時刻表はあるようなんですが、感覚でしょうね、これ15分から20分の間隔でだいたい来るよみたいな、そんな感じのように見えます。結構バス待ってるんですけど、15分くらい待ってるかな、一向に来る気配がないんですよね。いつ来るか分かんないバスはもう待つのやめて歩きましょうと思って、もうね動き始めたら、あそこに91番が来たんで乗れるかな。せっかくなんでね、2階に登ってみましょうか。すごいな、日本ではなかなか見ない光景ですよね。なんだあれ、なぜか知らないけどあそこに日の丸がある。
地図で確認してみたところ、なんかこんな感じで交易広場って書いてあるんですよね。エクスチェンジスクエア、多分貿易関係のなんかなんでしょう。おそらく理由はこれだな、在香港日本国総領事館が入居している。現在は鉄道が走るようになっていますので、結構鉄道を使う方が多いとは思いますが、かつて香港はバスの街だったそうです。日本にはこんなものないのでね、もうバスに乗ってるだけで楽しいですよ。こんなスレスレを通っていくんだ。路面電車も通るし、バスも通るし、これは多分タクシーと自家用車か。もうね、何でもかんでもあるんで交通で困ることはないでしょう。現在僕がいる場所が斜めになっているの分かりますかね。この向こう側にあるこの道ですね、この道がクイーンズロードというそうで、つまり女王の道。女王というのはイギリスのビクトリア女王のことです。このクイーンズロードのこっち側に海があるんですが、この坂道の向こう側はもう昔海だった、そういった場所になっています。だいたいこの現在僕が通っているクイーンズロードの北側、こっちの方は海があった場所というふうに考えればいいでしょう。すごい坂道をねぐねぐね曲がりながら行くんで2階に乗ってると怖いんですが、もうちょっとで降りるべき駅、この次ですね。なのでちょっと降りる準備しましょうか。いやなかなか面白かったんでね、まあ、ぜひ乗る人は上の階に乗ったら面白いと思いますよ。香港は埋め立て地が多い地形でして、これ地図なんですけれど、緑色の部分が昔からあった地形で、この灰色の部分ですね、これは埋め立てられた土地です。で現在地は香港島のだいたいこの辺りになるのかな。ポゼッションポイントというふうに検索するとこの区画がポゼッションポイントですよというふうに出てきました。現在地のすぐ近くです。こちら英語版のウィキペディアを日本語に和訳したものですが、ポゼッションポイントとは何かが書いてあります。土地の埋め立てが場所をさらに内陸に移動する前に、香港の香港島の北西海岸にあるかつての土地のポイントですというふうに書いてありまして、まあつまりは何かと言いますと、おそらくこの場所なんでしょうね、が昔ここだったようです。あちらにはポゼッションポイント、ポゼッションストリートというふうに書いてあります。ここに書いてあることを読んでみますと、中国のイギリス軍最高司令官であるゴードンっていう人がいたんですけれど、その方がここにやってきまして、香港を正式に所有したというふうに書いてあります。1841年というのはアヘン戦争真っ最中です。つまり現在僕がいるこの周辺は当時このような光景でして、ここにイギリス軍がやってきて、それ以降イギリスの統治が始まっていったわけです。アヘン戦争中に占領された香港ですが、最終的に勝ったのはイギリスです。ということで対する清は負けてしまいました。負けた清はどうしたかと言いますと、この香港島をイギリスに渡します。こうして香港の歴史はそれ以降イギリスの植民地としての歴史になっていきます。だからまあ周りを見てみたら漢字とともに英語が書かれている、そんなことがよくあるんですね。すごいな、あれこの前見てたんですけれど竹なんですよ。なかなか日本では見ることがない光景なんで見学させてもらいましょうか。上に持ち上げて多分高さを作っていくんだと思うんですけれど、足場にすんのかな。すごいなあそこ、ちょっと見てる間にどんどん足場ができていきますよ。完成する姿を見てみたい気もしますが、そんなことしてたらねさすがに時間なくなるんで先に進みましょうか。アヘン戦争の後には第二次アヘン戦争と呼ばれるようなアロー戦争が起こります。これもまたイギリスと清が戦ったんですが、敗北したのは清です。ということでアヘン戦争で失ったこの香港島、そしてアロー戦争で失ったこの九龍半島といった感じでどんどんイギリスに土地を取られてしまいます。こちらにいる銅像ですけれど、この方は孫文という人物です。彼がまあ主導というかメインになってやったのが辛亥革命、清の中で革命が起こり清は崩壊してしまいます。そして中華民国が成立した後に世界は大戦の時代、第一次世界大戦、第二次世界大戦に突入していきます。その第二次世界大戦で日本はこの香港を攻撃しています。その際の写真がこちらです。ここにある塔ですけれど、先ほど見に行った塔、あの塔がここの写真に載っているんですね。で結局これで日本軍とイギリス軍が戦いまして、勝ったのは日本軍です。こうして香港では少しの間ではありますが日本による統治が始まります。それではちょっと遠い場所に来てしまっているので中心地の方に戻っていきましょう。ということで次に乗りますのは路面電車です。これまた2階があるので2階を見に行きましょうか。
ちなみに料金は定額3ドルで後払い制です。向かいは結構風が来て気持ちいいですね。すごいですね。香港は移動しているだけで楽しめます。結構移動してきました。先ほど行ったのがこの中山記念公園といった場所だったんですが、ここですね、セントラルというふうに書いてあります。まあ、中央地帯とか、まあ、そんな感じなんでしょうか。まあ、何にせよ一番栄えているエリアのようです。この荘厳な建物は何なんだと思って向こうの看板を見てみると、まあ、日本人はね、漢字がわかるのである程度予測がつくと思うんですが、これはかつて最高裁判所だった場所です。それ以外にもかつてここでは議会が行われていたことがあったようで、日本人にわかりやすく言うと、最高裁判所でもあったし、他にも国会でもあった、そんな場所です。ここには女神像がありまして、右手には秤を持っていて、左には剣を持っている。この女神というのはギリシャ神話に出てくるテミスといった女神です。テミスはギリシャ語で暗渠、不動、自然の掟といった意味で、転じて掟、法を意味するようになったことから、法の女神、正義の女神と称されるようになりました。かつての最高裁判所だった建物の上に、それにふさわしい女神像があるんですね。この建物の目の前にこんな感じの広場があったんですけれど、この公園の名前を見てみると、スタチュースクエアガーデンというふうに書いてありまして、上の方見たら皇后像広場というふうに書いてあるんで、まあ、ビクトリア女王の像があるんだろうと思ってきたんですが、どうもなさそうなんですよね。しかしかつてはここにビクトリア女王の像があったようで、多分これがそうなんでしょうね。で、今見てもなかなかね、雰囲気は残っていないんですけれど、おそらく分かりやすいのはこっちの左側、先ほど見ていたこの三角形の屋根の部分ですね。ここに、先ほどの像が立ってるんですが、向こうを見たら、ああ確かにここだったんだなということが分かります。そんなイギリスに関係の深いこの公園のすぐ近くに、またもやイギリスに関係するものがあります。あちら、こんな感じで鎖がしてあって、中に入って近づくということはできないようになっているんですが、まあ、ぐるっと回ったらなんか あっちにありそうだな、あそこに解説看板がありそうです。やっぱり解説看板だったんで、まあね、一応ここに来て、あ、読んだらわかるかなと思ったんですけれど、別に読まなくてもわかりました。あそこに数字が書いてあります。1914から1918、そして1939から1945と書かれています。まあ、この数字でピンとくる方もいらっしゃるかと思いますが、上の数字は第一次世界大戦が行われた数字、下の数字は第二次世界大戦が行われた時の年代の数字です。第一次世界大戦が終わった時に、この香港にも記念碑が建てられました。それがこの記念碑なんですが、その後第二次世界大戦が起きますと、その犠牲者もここに追葬しようという話になりまして、両大戦の犠牲者をここに偲ぶための記念碑があるのです。ちなみにここにある記念碑はイギリスのロンドンにある記念碑を模して作ったものです。それでは次に向かっていきますのが、海とは反対側のこっちの方ですね、山の方に向かっていくんですが、何を見たいと思っているかと言いますと、これですね。当たってないな。これです、ガバメントハウス。つまりこちら側、ご覧の通り山がある方向に向かっていきます。ただでさえ湿度が高くて暑いのに、香港の人はこんな坂道を毎日登ってるんですか。すごいな。イギリス領となった香港ではイギリスによる統治が行われ始めます。ということで、イギリスから送られた香港総督の家がここです。ご覧の通り周辺の柵はもうここから先は絶対入らせないぞみたいな、そんな感じになっていて、なかなか厳重な警備がされています。ちなみにこの建物、第二次世界大戦中に日本が占領している時期には日本人の総督が派遣されています。その際にこの建物を日本風に改築しようと考えて工事が行われており、屋根を見たら、瓦があるのがわかるかと思います。しかしその改築工事は長すぎたため、実際に日本人はほとんど住む時間がなかったそうです。せっかく香港に来たので展望台に向かいましょうか。展望台がね、なんかずっと上の方にあるらしいんですけれど、トラムがあるそうです。これだな、ザ・ピーク・トラムと書かれています。ここに書いてあるのを見た感じだと最初期の客車ですね。これは後から実際に乗っていきますが、これ結構ね、坂道がきついんですよ。で、席がこっち向きになってるの分かりますかね。坂道はこっちの方に登っていきますので、もしもこれが反対向き、こっち側に座るようになったら
この斜めになった坂道で、お客さんが倒れてしまう。だからね、全部こっち側の、山の斜面の上の方を向いていたそうです。結構ここの間は狭くて、あそこでスネをぶつけてしまって痛いんですけれど、とにかく乗ることはできました。これね、角度がすごいな。45度近いんじゃないでしょうか。屋根がガラスになっているので、向こう側後方も見ることができます。なるほど、確かにこれは登ってくる価値はある光景ですね。結構映えスポット的な感じの扱いになっているようで、たくさんの人々が写真を撮っています。一応歩いて登ってくることもできるそうなんですけれど、さすがにこれをね、登ってこようと思うのは、もうもはや山登りが好きな人しかいないでしょうから、おとなしくトラムを使う方がいいと思います。現在僕がいるのはこの香港島の山の上で、見えている方角はこの九龍半島の方角です。では第二次世界大戦後にこの香港がどうなったのかという話をしておこうと思います。第二次世界大戦が終わりますと、日本はもちろんですが撤収していきます。そこに戻ってくるのがイギリスです。ということで、この香港はイギリスの統治によって運営されていきますが、中国内部で国共内戦といいまして、国民党と共産党が争うようになります。というふうになりますと、たくさんの人々が戦争から逃れてこの香港にやってくるんです。その内戦に勝利したのが共産党です。現在の中華人民共和国につながっていきます。じゃあ国民党はどうなったかといいますと、この台湾の方に逃げていきました。ということで、この香港は中華人民共和国の中の一部だけれど、イギリスが統治しているという状況になるんです。ここで困るのが、中国と香港の経済の仕組みが全然違うということです。中華人民共和国は共産党の影響が強いので共産主義の国、しかしその国の中にイギリスが統治する、イギリスの影響を受けた資本主義の地域が出来上がってしまったわけです。1997年に香港はイギリスから中国に返還されます。しかし突然の変化は混乱を呼ぶので、中国に返還されたけれど50年間は制度を変えないとして、一国二制度といったものが取られています。つまり中国という国の中に特別な地域を作りまして、その特別な地域の中では資本主義を取っている、そのような形になっています。香港の一国二制度は2047年が期限となっています。つまり残り24年で大きな変化が起きることは確実です。というか、すでに変化は起こり始めています。2020年、つまり、今から考えると3年前ですね、中華人民共和国といろいろ書いてあるんですけど、通称国安法といった法律が通過したんですね。その国安法というのは何かと言いますと、それまで割と自由にしていたこの香港ですけれど、中国がそれに介入を始めました。で、国安法が香港に適用されるようになりますと、もしも香港の中に、中国に対して害がある人物というふうに中国が判断した場合は、その人物を逮捕することができるようになったんです。皆さんの記憶にも新しいと思いますが、香港で民主化運動が2020年に起こっていたのを覚えていると思います。これは何かと言いますと、その国安法ですね、中国が50年という約束を破って、香港に介入を始めた、そんなのは許せないというふうに言って民主化のデモが行われたのです。そのような経緯がありますので、中国が2047年をおとなしく待っているという保証はないというふうに考えている人もいます。何にせよ、この中国と香港という地域の関係はこれ以降の国際情勢で大きな影響を与えていくと思うし、それは今後数年間で行われることになります。僕がこの動画を撮影している現段階では、香港がこれ以降どうなっていくのかということは世界中誰に聞いても分かりません。僕が見たいなと思っていた場所は一通り見終わったんですが、あのね、汗がすごいんですよ。この汗をかいた状態でね、飛行機に乗るっていうのはやっぱ僕自身嫌ですし、なんならね、もう横に座った人に申し訳ないので、さすがにね、シャワー浴びたいなと思うんですよ。多分多くの日本人が同じようなことを思って困るでしょうから、僕がね、結構調べたところ、なんかシャワー浴びれる場所があるっぽいんで、そこをご紹介します。と思ってやってきたんですが、なんか工事中なのか閉まってるのか潰れたのか分かんないんですけれど、とにかく入れなくなっていました。どうしよう。ということで思いついたのが、ゲストハウスに数時間チェックインして、で数時間後にはもうチェックアウトする、そしてその間にシャワーを使ってしまおう、そういった作戦です。チョンキンマンションといいまして、確かここにね、ゲストハウスがいっぱいあるみたいな、そんな感じの場所だったはずですよ。シャワーを使うことさえできれば別にどこでもいいんでね、このディロンゲストハウスっていうのを適当に選びました。
ささっとシャワー浴びてきたんですけれど、これがチョンキンマンションです。僕のスペースはね、このベッド一つ分。これはね、もう普通に香港あるあるなんですけれど、トイレと一体化しているタイプのシャワーです。もう狭いからね、狭いっていうか土地が少ないので、あんな感じでもう小スペースを極めているわけですね。もともと僕はどういう場所か知っていたし、まあシャワー浴びるだけだったんで全然良かったんですけれど、まあ、泊まると思って行ったらね、結構びっくりするんじゃないかな。せっかく汗を流してさっぱりしたんでね、ここから汗をかくことは嫌ですから、まあ、今からすぐに地下に潜ってで、空港の方に移動していきます。まあ、ここから地下鉄に向かうのは結構近いので、そんなに汗かくような時間もないでしょう。あっちの方にある階段です。現在地がこちらで、今から乗るのがこの、なんだろう、茶色の線なんですが、ぐーっと移動した後にここですね、ここで一旦乗り換えて、でこちらでもう一回乗り換えて、最終的にエアポートに向かっていきます。ということで空港に到着です。結構早めに空港に来たんですが、その理由がこれです。もうね、この航空会社めちゃめちゃ多すぎて絶対僕迷うなと思ったんですよ。で、今から乗るのがキャセイパシフィック、これですね、C の X ターミナル1。次の飛行機に乗り遅れたら大変なことになりますので、早めに空港に移動して待っておこうと考えたわけです。とりあえずチェックインに関してはできましたので、あとは飛行機に乗り遅れないようにすれば大丈夫です。それでは今回の香港旅行はこれにて終了です。ご視聴ありがとうございました。